なんか HKT48 って書いてある。てかタワーがもう来たんですか。ちょっと待って、それどこに、えあれ普通のタワー、えどうやって見るんだっけ。あ、これかな。ちょっと待ってね。ゆえさん、タワーありがとうございます。そしてひろたん、ありがとう。あとはほ FOKPIG さん、ありがとうございます。ラッチさん、ありがとうございます。すごいね、これ初見って出るんだ。目白さん、え、目白さん初見じゃないでしょ。なんで初見って出てくるの。目が乾燥しちゃう。ヨンギーさん、ヨンギーにん、감사합니다。ももちゃん、ありがとうございます。오늘부터야부키아야부야부키나콘코르겐콘코르겐ありがとう。リュウタ、ありがとうございます。あ、パンナコットさん、ありがとうございます。めっちゃいっぱいあるよ、すごいよ。ちゃんと間に合ってるかな、こう今名前呼ぶの。ゆうかちゃん、ありがとうございます。ありがとう言って終わるんじゃないよねこれ。はい、一旦そんくらいかな。コメントも読みますね。あー、2年半の間にアカウント変えた人多いのかなって。確かにね、確かに確かに、ずっと同じアカウントじゃない可能性もあるもんね。何このさ、傘パラソルみたいな開いてるけど、何なんだろう、すごい。何これ、ね、これさ、自分でやんないでもさ、こんなさ、なんか何なんていうの、いろいろなんかしてくれるの、このなんかしてくれるの、ミラーボールみたいな、すごい。日本語上手ですね。ありがとうございます。ちょっと約20年間勉強しました。あ、それもギフトなんだ。またやってくれた、ありがとうございます。めちゃめちゃ綺麗、かわいい。お酒飲んだってめっちゃ聞かれますね。飲みました。恥ずかしい、なんか飲みました。でまだね、これからどんどん、まだ何もあんま分からないんで、なんかこれがどういう味かみたいな、名前だけ見ても分からないんで。ボブに合いそう、いや似合わないだって。弱そう、わかんないです。今日のメイクは自分でしましたか。今さっき本当に10分ぐらいでしました。10分ぐらいで急いでしました。うん、ね、なんかもうさっきよりすごくなってない？一緒かな？なんかさっきよりなんか違うように見える。ピアスしてないですよ。開けてない。なんかめっちゃ伸びた。10分、はい、10分ぐらいで、はい、しました。一枚いたよは嬉しい、ありがとうございます。イン
子はねここにはいないんですよ。今福岡なんですけど、私東京にいます。インコちゃんたちは咲ちゃんと連絡取り合ってますか？はい、取り合ってますよ。昨日かな、昨日もしましたね。今日練習しに行ったんですよ、明日の生誕祭の。本当に最初から一旦全部通して、でもう一回通してから帰ってきました。すっごい緊張する。明日怖いよ、怖い、すっごい怖い。あとね、韓国語のね、なんだろう、ソトン한국어로소통할수있는게많이없으니까여기서조금 한국어로도얘기할게요 소통국국은 많이댓글주시면읽을게요 부끄럽네뭔가 일본에있어서그런가?나혼자있어서그런가?요즘일본어만해서그런가?뭔가부끄러워요. 저도 보고 싶어요. 밥 먹었어요. 많이 먹어서 진짜 너무 많이 먹어서 너무 배불러요 지금. 엄마랑 먹었는데 너무 빠른데?あ、訳してご飯食べましたかって来たから、めちゃめちゃ食べましたってめちゃめちゃ食べてお腹がいっぱいですって、お母さんと食べたよって言いました。さくちゃんとは日本語で話してんの？はい、日本語で話してます。한국팬생각해서쇼룸했어요?그것도있어요.쇼룸뭔가라이브방송을할수있는게쇼룸이랑인스타라이브? 제가인스타라이브많이 안하니까이게더뭔가더편하게할수있는느낌?이라서이걸로했어요. 괜찮나요? 너무 가까운 거? 안 보였어. 저 괜찮은 거 이っぱいいたんで、 これ本当にさ、 初めて見る方のやつだけにこの初見っていうのが出るんですか?今仕事終わった。お疲れ様です。近い方がいいあ、そうだよ、だって、あ、そうなんだ、初見って書いてあることいっぱいじゃないですか。嬉しい。まあでもそうだよね、前回したのが最後にしたのがいつなんだろう、めっちゃ前だもんね多分。ひーちゃんの彼女見た？見ましたよ。
も彼女したかったんですよ、ずっと。本当にずっとしたかった彼女。え、してないよね。あの夢でキスミーはしたけど、彼女はしたことないよね。カラオケでいっぱい歌いすぎて、なんかコンサートしてしたっけって今なっちゃったけどカラオケでした。全部の記憶カラオケしかない。うん、誰にも言わなかった、彼女に会うのはまだ早い気がした、ステージに立つ前にこの街を出て行くと打ち明けた、あの夜一緒に泣いて再会を誓った、夢の途中まだ未来は너무좋아요 너무좋아요노래가너무좋아요明日歌っちゃえ公園で音楽流れないよ明日ユニット何すると思いますか。明日のユニット何をすると思いますか。皆さん予想してみてください。ちなみに初日はレジスタンスでした。さしこちゃんとなっちゃんとなこでレジスタンスをしました。キャンディー待って公演違う待ってキャンディーは公演が違いますよ。逆転、レジスタンス、ソファー、ソファー、うん、違う公演のも来る。レジスタンスね、逆転、レジスタンス、逆転おじさま、逆転おじさま、違うのは言わないからね。ソファー、奇跡、逆転おじさま、毒蜘蛛は全体曲ですからに不安しかない。どうしようどうしよう。ソファー意外となんか多いんだけど、急にソファー。ホワイトデーが楽しみ。あ、ここ確認しないと。ででで。ここがちょっと2回通したのにどっちも間違えちゃったし、なんなら分かんなかったから後で確認しないと。何するかな明日何のユニットかな私はあなたの彼女になれますか。なこちゃんオリジナル衣装、あれってさ、新衣装って合ってます？忘れちゃって、でもフィッティングしたけど、多分自分の衣装だった気がするから、そうですね、オリジナル衣装です。え、外れちゃったんですか、悲しい。アルコールフリー、マシンゲーアナドームで可愛すぎてまた入れ、でも何にのびてもよね、あのナナロマシのね、シャンペインでワイン、ね、的なファイがいたもう一人のナイフ、君もサビなコラダ、一応覚えたけど完璧ではない、まだちゃんとは覚えてません。洗濯物たち好き、白いシーツのように、一息をついて
でも洗濯物たちの子も好きかもしれない。なんか楽しい踊ってて楽しい。そろそろタワー紹介、はい行きます。また来てたの？知らない間に。待ってね。ないよ。あれ？ないよ。ん？消えちゃった？これさ、どっかに書いてあればいいのに。どうにかできないのかな。消えちゃうよね。これ皆さんも同じの見れるのかな。この一番下まで行ったけどないんですよ。なんでだろう。え、通訳してくれてる人いるんですか、コメント欄で。すご消えてるよね、やっぱり。でも多分だ、あーでもいっぱいあるからな。じゃあ今日は最後終わる前、なんか言えないもんね、どうしたらいいんだろう。鼻つまんで話してみて。こんにちは、なこです。な、何ぬねのが一番やばいもんね。何ぬねの。多すぎて消えちゃってるってこと？本当にそういうことですか？もっと早く見ればよかった。次から早く見ますね。変な顔でコメント読んでたね。ちょっとなんかうんってなっちゃったな。こうなっちゃうんだけど、リップ何使ってる？今使ってんのはね、このね、シャネルのね、ちょっとなんか色がなんて言うんだろう、ちょっと暗い色。だからなんか違うんだけど、これ全然実際の色となんか違う気がする。もっとよく、なんかよく写ってます。よく写ってます。なんか来たって、来た？来た？来てない。来てない。あ、たか、あ、たかこちゃん。久しぶり。ありがとうございます。なんか久しぶりの、まあ久しぶりに聞く名前って言うとなんか変だけど、このショールームで。なこなったー。ありがとう。なんか懐かしいってなる。香水何使ってますか？あまり使わないんですけど、普段そんな毎日つけて出るよってことはないけど、ジェインさんにもらったのつけてます、使ってます。何かは秘密。恥ずかしいもんね。755って最近見てる。それが755したかったんですけど、なんか韓国にいる時に急にしたくなっちゃって、なんか755したいなっていう気分になった時があって、開いてみたら ID とパスワード入れるところが出てきて、なんだっけ。でもね、いろいろやったけどなんかできなくて、諦めちゃいました。 TikTok か、続かないそうで。なんか面白いのできたらいいけどさ、あんまこうなんか可愛いことするのあんまりしたくないから。できないから。マネージャーさんに聞きました。聞いたんだけど755自分で管理してるからわからないって言われちゃって、はぁ、あ、って
ってなって諦めました。新しいアカウントどうしようかな。でもね、質問確かにしやすいはしやすいんだよね。質問返しがインスタのあれとはちょっと違うもんね。またね、インスタのあれ大変だよね。毎回写真選ばなきゃいけないし、写真もないもんね写真がなかなかないから。ツイッターで十分です。でもね、質問返しできないからね、できるはできるんだけど、なんかしづらいんだよね。755の方がやっぱこうパパってできる気がする。古い写真？違う、写真がありすぎてね、本当に選べないんだよ。頭が切ってるって。お、パンナコットさん、またありがとうございます。なぜか初見になってるパンナコットさんなんでなんだろう、本当に新しく作ったのかな。またなくなってるね、後ろのやつ。後ろ？もっと前にのやつ。2万人いたよって、ありがとうございます。嬉しい。合計されていくのかな、これって。あ、みんなタワーが来ると教えてくれる、優しい。ホリちゃんありがとう。ホリちゃんでね、ホリちゃんありがとうございます。はるかさんもありがとうございます。なんかさ、タワーが2つあるね、これ。なんか HKT のタワーと、なんだこれ、なんか女の子が、あ、女の子じゃなかった、クマだったクマ。あ、マラブキマラブキさん、マラブキさんカムさん見た、おぬるマラブキやに、おぬる。昨日は何食べたっけ、忘れちゃった。アイライン何使ってますか。何買ったっけな、ケイトの茶色のなんか一番おすすめみたいに書いてある、人気だよみたいに書いてあるやつ、茶色のやつ買いました。黒は持ってたんですけど、茶色を持って なくなっちゃって、なんかなくしちゃって、で買いました。この前茶色が欲しくて買いに行ったけど、隙間してないです。全然短いですよ。なこやウェイロキいっぽやろぶねさらーん、ねえ、まがさん絶対日本語では言わない日本語でこれは言えん、あーはず。なんでそんなクックク日本語で話したら意味ないか。あ、クッククがわけもあないよ。あ、クッ、いげ、ウキンゴンが、あ、超丸変なんで絶対通訳してやるだって、最悪韓国語わかる。終わりました終わりました恥ずかしいよ。聞かざる声はまだ見れてないんですよ。見ます、早く見ます。はい、見ます、すいません、見ます見たいけど見たいけど、なんか今、最近なんか見てなかったな。Hulu だよね。
聞かざる声ってHuluでしたっけ、日テレだっけ、え違う気がするぞ。違ったよね。聞かざる、違うねやっぱり。なんだこれか、あったあったあった、はい、あお気に入りにはしてた、お気に入りにはしてました。パラビね、 TBS ね、早く見ないと。横川好き、ネメシス見てますよ。 今ちょうど何話見てたっけな、この前、この前ね5話、5話の途中、5話の途中まで見てました。面白いよね。ママさんいるいるよ。何時までやる、まだ決めてない。ゆうこさん出てるよね。そうだよね、すごいかわいい、ゆうこさんかわいい。今そのリセットでさ、ゆうこさんポジさせてもらってるんですけど、もうねなんかすごいよね、ゆうこさんって本当にもう大島優子っていう感じ、わかります？わかんないかな、なんかねなんかすごいんですよ。すごいとしか言えてないけど、うん、タワー、はい、すいません、タワー読まないと。待ってやばい、タワー、あパンナコットさん、またまたありがとうございます。見間違いかと思ったよね、同じ名前。あこれじゃん、アバター欲しいってね。なんか昔にさ、ファンの方がこれ自分で作ったんだけど、ファンの方が作ってくれたんだよね。そうだ、手を聞かれたもん、手の話聞かれたもんね。そうだ、懐かしい。このさアバター作ってくれて、ギルギウリミョンした時のナコも作ってくれて、これ本当にめちゃめちゃ可愛く描いてくれたよね。誰か描いてくれたの、本当にありがとうございます。すごい可愛い。福岡雨？雨じゃない気がする。朝起きたらまず何をしますか？時間を見ます、時計を見ます。なんかね最近ね早く起きちゃうんですよ。まつげパーマはしてないです。なんかまつげパーマしたらなんかあんま良くないってなんか誰かからどっかから聞いて、それからしないようにしてるけど、なんかしたいんですよね。しなくなっちゃったんだよね。なんかお城立ってない。そうなん、え、これもさ、なんか何？なんかそう思いました。なんかもうお城がなんか立ってるって。あ、しんさん、優しい、明日生誕祭で楽しんでねって、優しい。しんさんありがとうございます。これもねでかいね、なんかすごいよ。わらぶきにん、かみさん見た、こう読めてない方本当に申し訳ないね。あ、お城もし消えないキストなんだ。
顔が優しくなったね。え、それどういうことだ。肌綺麗ってありがとうございます。めちゃめちゃでっかいニキビができ、あ、なんか恥ずかしい。なんかここに可愛いって出てきなこなかったですか。あ、ここにも出てきた。何それ。今更気づいた。画面ずっと見てなかったから。気づかん。え、そんな可愛いって何？可愛い。大人っぽくなった。なこは怖いときは怖い。何？何を知ってるのなこの。怖いときは怖いよってなこの何を知ってるんですか。怖くないよね。なこ全然怖くない。そう言ってる人が一番怖いんだけどね。大体ね。え？うん？うん、間違う、うん、気のせい、気のせい。 YouTube 開いたら入弁でタラタラしてんのが出てきてるから、あれ今日のやつかって今なって4時間前ってなってるから、ミューベンエンソタラタラハンゴイよね、アニがえ、おなこアニュおぬまじゅん、ああ、うん、マピアラン둘다하는건가？나만같다라다라해와하아チャララジュ、ライトサム聞いた？はい。はい、アニクムソーゲバニュ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 なよんちゃん、너무귀여워요。너무잘하고、너무귀여워。パンパンパン、パン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 。てててて。タワー。すごいだ、これすごいね、見つけるのがねめっちゃ難しいんですよこれ。でももっと簡単に見れるようにしてくれないのかな。ダメだ、見つからん。あった。待って、ケビンさん、ケビンさんだ、お久しぶりです、ありがとうございます。クレームじゃない、ちょっと待って、ちょっと待って、クレームじゃないです、クレームじゃない。なこちゃん JYP 好き。確かに今トワイスさんもイッチさんもちょうど JYP さんでした。タンタン
星集めてる、かわいい、優しい、投げるために。え、でもさ、ちょっと待って、そしたらナコの見てないとどっか行ってるってこと？それは悲しいなあ、優しいの優しさなんだろうけどね。量あげ投げなくて、もう見てていいよ星大丈夫よ。スペシャルギフトから見たら早い、見方が分からん。これなんだ、これか、いつもね、あ、いつも見てるのこれか。一番左のやつにすればどっちも出てくるのか。あー、でもどうなる、見づらいかもな、コメントだけの方が。カラオケ機能ついてるって、それ今日メンバーになんか聞いたんですよ。何これ、カラオケって何って聞いたらあ、カラオケができるようになったんですよって。だけどなんかあんまルール聞いてないから、ちょっとやめようかなと。もうちょっと詳しくなってからカラオケのやつやってみます。アルコールフリー歌って名前ノイズでネゲー、シンギアンピョナガイなんでチェックミソジケでハムニュードンなんでチェックマーボベーゴイロバムセドワンチャイロタルセンガチウォジョシンチャンソーリルンコジョ사랑이잠시워져그래서빠지고빠져점점너에게나는알콜이끝났지마신게하나도없는데너가있을때마다이래알고는네눈빛때문에今いたのにどっか行っちゃった。なんでナコはいつも逃しちゃうんだ。ちょっと待って、スピアーさんありがとうございます。あっちゃんさんありがとうございます。ノナノロマシナレシャンペイネワイン寝てきる迷いと未来。イコラブ知ってるって知ってますよ待って、イコラブはオーディションの時から見てますからね。なんかマウント取ってるみたいでちょっと嫌なんですけどオーディションの時に取材で行かせてもらって、その時からこうなんか見てたのでちょっと笑わらって実はね、あんま知ってる人いないと思うけど。何だったっけ、あの歌が好きです全部調べるって全部調べて見えてね。シュキピシュキピも好きだし、あ、めっちゃ一時期めちゃめちゃ聞いてましたからね。やっぱ一回ハマると私めっちゃ聞く人なんですよ。でその時に青春サブリミナル、サブリミナル合ってるよね、をめちゃめちゃ聞いてました。じゃん、パパパンパパパンパパパン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 パパパンパパ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 パ
テテ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 気づかなかったな。危ない、バンされる前に教えてくれてありがとうございます。聞こえる？セーフ？聞こえなくない？何も聞こえなかったよね。そうだよ、何も聞こえてない。すごい可愛い。やめます。一応やめときます。とっても可愛い。ナビズコインさん、감사합니다。한국어로하면하는게낫겠죠？나비즈코인さん。早い早いね。うっせぇは知ってる？はい、知ってますよ。待って、知ってますよ、意外と。いや、わかんないけど、ちゃんと香水も知ってますし、ドライフラワーとかも知ってます。ちゃんと、うん、ちょっとは知ってます怖いからやめといたちょっとにしとく意外とね。だからその香水は香水、だから最初その日本でそのバーンってこう流行ってた時には香水も多分聞いたことなかったんですよ。だけどなんかいつだろうな、いつか聞きました。なんかファンの方が教えてくれたのかな。知ってますね。ドライフラワーはめちゃめちゃ好きです。めちゃめちゃ好きでお風呂で一生歌ってました。夜遊びも知ってますよ。めちゃめちゃ聞いてました。めちゃめちゃ聞きます。ドライカレー、あー、ドライカレーめちゃめちゃ好きです。めちゃ好き。おもろ。3万人ありがとうございます。嬉しい。猫、あ、猫になったんだよな君は。知ってます、めちゃめちゃ。毎回めちゃめちゃ聞いてるやんってね。うん、ファーストテイクとかも見てますもんね、たまに。うん、たまに。うん、中野サンプラザの歌ちゃんと覚えてますよ。中野サンプラザ。懐かしい。早いね、ちょっと待ってね。スペックの話よ。好きない、もう本当にこれ終わらなくなりますけど大丈夫ですか？
本当に大好き。はあ、この前ねちょっとね幸せだったな。ちょっと早くダメだね、スポになっちゃうんでちょっとまだ言えない話だけど、まあ、全然スペック関係ないんですけど、まあ、とにかくスペックが好き。スペック今見てるって最高ですよね、最高ですよ。かけぐるい見たことあります。はい、アニメも、あのアニメもシューサー実写の方も全部見ました。スペック5回ぐらい見ました。私も4回見ました。飽きない、全然飽きない、本当にね。あと私すぐあの見たそのドラマとかの内容すぐ忘れちゃう人間なんですよ。あんまいいことではないんですけど、あんまりちょっとこれは良くないのかな、すぐ忘れちゃうところがありまして、4回見てもまあちょっと記憶がこう薄いところがたくさんあるんでもう一回見れるんですよ。全然飽きない、何も飽きない。うん、わかる？わかる人、同じなに、あ、結構いるのそういう人。あ、ゆうこさん出てますよね、それも。耳びっくりしました、見たとき。あの映画の方見たとき。え、ゆうこさんってなったもん。コードブルー。コードブルー見たい。コードブルー見たい。コードブルーも多分2回見たかな。うん、2回見ました。映画も見に行きました。顔がおかしくなるんよね、ちょっと待ってね。コードブルーいつも泣いちゃう、わかる。あ、コードブルー2回見たんじゃなくてあれか、そうだ、ほん一番最初の放送してる時にまだちっちゃかったからこう見てはいたけど、あの時の記憶があんまりなくてね、もう一回見直したんだ、後から見直して、で2期っていうとなんかアニメみたいな、違う、あの なんて言うんだ、あの馬場ふみかさんとかが出たやつ、2期って言ったらいいのかな、そっちを見て映画も見に行きましたね。花火ね、最高ですよね。シーズン2 そうだ、シーズン2、そうだそうだ、シーズン2っていうのか、いやーもう最高ですよね。誰先生が推し？先生に推しとかつけるもんなんですか？ドラマで。迷うな。でも檜山先生好きかな。なんかその家片付けれないところかわいいし、なんかシーズン2の時のなんか怪我しちゃった、なんだったっけな、怪我しちゃったやシーン、そこで、はあ、感動しましたね。好きそうと思った。白石先生だな。二人のやりとりが可愛くないですか、めっちゃ。二人のやりとりが可愛すぎる。あ、そうだ、名取先生とのシーン、そう、それです、名取先生だ。懐かしい、もう懐かしくなってしまったのがやばい。あ、そう、針刺さったところ、そうそうそう、そ
その時のなんかかっこよかった、めちゃめちゃ。二人とも結婚したね。そうですね、不思議な不思議な感じです。はあ、また見ないと見たくなってきた。ママ元気って聞いてます。ママ聞こえるかな。ママ片付けてるかな、なんか。なんかうるさいけど、ママ聞こえてないのかな。だって今、はいはいはい元気、ママ元気って来たよ。なんで、別に見えてないからいいじゃん。元気か元気じゃないかだけ教えて。元気ですだって。ありがとうございますって言ってる。元気だって。お呼びです。聞こえてたの。面白い。やめて。お酒持ってきたんだけど、ビール持ってお呼びじゃないって。面白すぎ。ママしか勝たん。ママ推し、ママ推しまで出てきたやん。ママのご飯何が好き？野菜スープと肉じゃがとオムライスも好き。意外な意外なところ。あとこの前も話したけど、なんかね里芋の煮物好きって言ったら、めちゃめちゃなんか「えっ！」って言っててびっくりした。好きなのに。野菜スープが好きです、めちゃめちゃ。ペアです。ペアですかって来てたけど、ペアですよ。ひーちゃんとね、会えてないですね。会う予定があったんですけど、体調がその時悪くて、でスケジュールキャンセルしちゃったから、ひーちゃんと会えなくなっちゃいました。自分のね、管理がちゃんとできてなかったからね。今は良くなったんですけど。風邪でもなかったっぽいです。でももう元気になったんで大丈夫です。ちゃんとご飯もちゃんと食べれるようになって、またまた肉がついてきてます。一旦体調良くなるまではそんなこと何も気にせず、ずっと食べようって、めっちゃ食べれるだけ食べていこうって思ってたから。
日本のバラエティとか見てた。それがね、なんか見れなかったんですよ。その例えばなんか TVer とかもなんか それじゃないかったかも、なんかのアプリだったけど、なんか見ようと思ってもその地域が韓国にいるからなんかダメってなっちゃって、日本にいないと見れないのが多くて、でバラエティーが全然見れてなかったです。うん、だからドラマも見れないのが多くて、ネットフリックスは見れてたんですけど、他のねやつがね、まあその時ちょっと見れなくて、で隔離中に意味わからないほどの速さで見ました。隔離中4個ぐらいドラマ見終わりましたもん。タワー来たよ。あ、パンナコッタさんありがとうございます。たくさんありがとう。ヒロタン、ナコちゃんお帰りってありがとうございます。天神ホルモン食べたい。美味しいですよね。天神ホルモンは本当に美味しい。私は一回食べに行きましたでもナコの好きなメニューがなくなっちゃってて、ホルモンが食べれないんですよ天神ホルモンが好きなくせにホルモンを食べれなくて、でなんかいつもね食べてたメニューがあったんですけど、それがなくなっちゃって、でああどうしようって思って、本当にダメ元でこう店員さんに聞いたんです。このホルモンの部分を、あ、丸腸かな、丸腸をなんかこのこっちのお肉に変えてもらえますかって言って、そしたらあ全然いいですよって言ってもらえたんで食べに行きました。まっちゃんどうしろえよ、ちょっとてっちゃん、まっちゃん、もういち다른거뭐있죠그런거다못먹어요아곱창곱창못먹어요모츠나베맛있는데모츠나베모츠빼고먹어요저는모츠나베는모츠말고다른고기랑먹어요근데진짜맛있어요뭔가국물이맛있어서모츠나베좋아해요그래서모츠는못먹지만もつ鍋は食べれない、食べるはするんですけど、もつ以外を食べます。ユッケでも먹어요。ユッケ좋아요。寝落ちそう、早くない？まだ10時でしょ。10時に寝るんですか。まさき私もずっとあくびしてたんですけど、もつ鍋の意味でもね、なんかね味はめちゃめちゃ好きです、もつ鍋自体の。だから締めのラーメンとかは他の人にめっちゃ食べるもんだからもつ食べれない分、まあ他のお肉頼んだらそれはもちろん食べるけど、野菜も食べるけど、やっぱりさ他の人よりはさお腹がさ満たされてないわけじゃないですか。だから締めのラーメンをめちゃめちゃ一人で食べてるっていういつもそうでさ、だしが美味しいよね。スープめっちゃ美味しくないですか、もつ鍋の。ママまた呼んでってダメですもうママは出演禁止ですお酒飲んでるからダメ
ビール飲んでるからダメ。締めのラーメン分かる。美味しくないですか、あの黄色のさ。やばい怖いやめてさくちゃん、さくちゃんオタになってやってきたマウントを取らないでいいんだから、サインもらったからってさくちゃんにサインもらってマウントを取っています帰ってった止まった、なんか止まったよ戻ったさくちゃんのね、コンサート行ってきたんですよ。え、なんか意味わかんないわ、自分も出てたのに行ってきたんですよってママが、まあ、見に来てたんですけど、 T シャツ買ってね、でサインをしてもらったんですって。しなこの知らない間にさくちゃんからサインしてもらってめちゃめちゃ喜んでんのママママもオタク気質全然です。パパの方がオタク気質かもわかんない、なんかさ昔にあれゲームとかのなんかカードはめっちゃ集めてたりしてた。私もめちゃめちゃオタク気質なんで。パパは何が好きなの？最近はね、パパね、韓国のチキンにハマってるみたいです。なんか家のね、近くにチキン屋さん、その韓国のチキン屋さんができたみたいで、で、この前4日間ぐらい帰ってたんですけど2回食べてました。4日間のうち2回そこの韓国のチキン頼んでました。ヤンニョムチキンと、あとブラック、なんだったっけなマヌルってなんだっけ待って待って、ブラック、あ、ガーリックか、マヌル、ガーブラックガーリックなんかチキンみたいなそういう感じのやつ頼んでました。どっちもね、一口ずつもらったけどめちゃめちゃ美味しかった。チーズボールも頼んでたチーズボールは食べれなかった、お腹いっぱいで、その前にお弁当食べちゃったからお腹いっぱいで、その時はチキン1個だけもらったんですけど。妹ちゃんはって会いましたよ。ねねはって、ねねちゃんはっていうのもあったけど、ねねも会いました。妹は身長がね、なこより全然高いですね。もう10センチ以上高いです、私より。悲しいですね。なんかね、妹ね、ちっちゃいね、じゃん、なんて言われたんだっけな、なんかちっちゃい、なんかなんて言ってたっけな、なんか全部が小さいねって言われた。なんかもうやっぱりさ、身長高い、高い子までもないけど、身長ある子からさ見たらやっぱなんかちっちゃく見えちゃうのかなはい、悲しくなりました。10センチ以上あります、差が。でもね、10センチ以上あるって言ったらさ、すごい、めちゃめちゃでかいのって思うけどさ、そこまででもないですもんね。平均？最近の女の子の平均ぐらいなのかな。ショック受けそうって、そこまでですよ。もともともう分かってたんで、私よりでかくなるっていうか、もうでかかったんでずっとお姉ちゃんはお姉ちゃんはお姉ちゃんでした身長全く一緒で、でも同じ感じ。でもね、お姉ちゃんとね会ってすごい不思議なことがあったんですよ。リミカめちゃめちゃ可愛いんだけど、目の下にキラキラつけさせてください。どういうこと？
どういうこと？どんなお願い、あ、どんな願いって聞いたけど、本当にどんな願い？めっちゃ後悔してるけどなんか急にリミカに目の下にキラキラつけさせてくださいって聞いた。どういうこと？全然意味がわからないんだけど、え、ナコにつけさせてってこと？つけていいですかってこと？それともナコがつけてくださいってこと？ん？どういうこと？リミカどういうこと？後でね、ちゃんと見ますね。ナコにつけたいの？ナコにつけたいの？それともつけてください。あ、メイクさせてどういうこと？あ、え？わからないわ、明日聞いてみますわ。ナコにつけたいってことか。あーあーあー、オッケー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 。まあ見てないだろうけど絶対見てないだろうけど、オッケー。あとで LINE 返さないとね。ナコオッケー。最近ゲームしてないです。スイッチが壊れてから、スイッチが、スイッチをね、友達とね、なんかボウリングみたいな、何やってたんだよ、ダーツ、なんていうの、あのなんかさ、そういうゲームあるじゃないですか、そういうなんかいろんなゲームが入ってるやつ、それ買ってさ、友達となんかやってたんですけど、なんか投げる系のゲームの時に、あの、このこうさ、ここあるじゃないですか、横のこのシュッて取るやつ、あれをね、こう使ってボーリングか、ボーリングしてたんだ。ボーリングをこう投げるときに、友達があのこれごと投げちゃって、なぜか、しかも後ろにだよ。普通さ、投げるんだったら前じゃない？なぜ後ろに投げた？あ、ジョイコンって言うんだ。なぜか後ろにこうなんか助走をつけるときにバンって投げて、やばい、落として、えってなって、友達も言って、どうするってなって、見に行ったら結局壊れてたっていう。そうね、ストラップつけないとだよね。それで壊れちゃったっていう。だからジョイコンだけ買いに行かないと。片っぽだけって買えるのかな。あ、修理でもいいのか。なんか本当に一部分だけしか壊れてないんだよね。すぐ治りそう。片っぽでも買えるんだ。あ、両方一緒になってんの？あ、1個で買える？待って、いろいろある。うん、片方ずつ売ってんだ。俺のジョイコンあげる。余ってるジョイコンってあんの？待って、どういうこと？余ってんのそれ。両方あげるって。画面だけでどうするつもりなのそれは。したいゲームある？あのさ、僕の夏休みのさ、監督さんのあれ出るって言ってたやつ、なんだったっけ、あのなんだっけ、なんか出るじゃないですか。そう、しんちゃんのやつ、そう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 、それそれをもうやりたいし、フォールガイズも出るって聞いて本当に嬉しかったです。ちょうどね、 YouTube でその実
況、実況なんて言うんだっけ、実況配信、配信ってか実況やってる人の、ゲーム実況してる人のやつ見た時にフォールガイズのやってて、すっごいねなんか可愛いんですよ、そのフォールガイズのなんかそのゲームの中がすっごい可愛くて、でやりたかったけど、あのパソコンがあれなんだっけ、アップルのやつだからできなくて、で諦めてたらちょうど夏に出るかもみたいな、出るかもだっけ、出るっていうのが出たんだっけ、だから早くやりたいです、一旦ジョイコン買ってから。ねねの話の続き、ねねの話な、どこまで何を話したっけ身長が一緒だった、ねねはねねだった別に続きなくない特にねねはねね、ナッピが可愛いって言ってたそのね、多分ナッピ見たのが初めてだったのかな、でなんか公園見に行こうかなって公園ちょっと揃おうかなとか言ってたけど妹だけ高いの、そうですよ、悲しいね、ねねオタク気質やん、そうですよ、ねねもオタク気質ありますよ、ねねの方がだって AKB の公演とか行ってましたからね、私は公演とかは行ったことなかったんで、握手会は行ったことあったけど、お姉ちゃんがもともと行ってましたもん、お姉ちゃんが買ったりだから、その握手券の買い方とか知ってたから、じゃあちょっとなこもやって行ってみようかなみたいな感じで、でさしこちゃんに絶対行きたかったから、一旦さしこちゃんと、でもなんかまだ券っていうか応募券があるから、だから違うか、その時はまゆちゃんに行きたかったんだっけ、いやさしこちゃんだったはず、その時からさしこちゃんとまゆちゃんは決めてて、であと2枚あるよってなって、誰行こうってなって、じゃああっちゃんとゆうこさんにしよう、ゆうこさんまあファンだったんで、あっちゃんとゆうこって言ってたのかな、あっちゃんとゆうこにしようかなみたいな感じでまあどうせ当たんないだろうけどとか言って、や応募して、そしたら全員当たったっていう本当にすごいですよね、まゆちゃんとさしこちゃんと前田さんとゆうこさん、そんな当たるって感じですよね、全員当たって、 DD じゃないですさしこちゃんのやつでちゃんと行きました、でも券があったから、なんかそのなんかね、その時ね一人に行くっていうね考えがなかったんです、なんかこう券があるから、おじゃあこの人とこの人も応募してみようみたいになったんですよね、そしたら全員当たっちゃったから行きました、何個が DD でも好きだよって DD じゃないですよ、はじめは行きたくなるでしょ、うん、でその時に行っていろんな人の見て、なんかいろんな方と話して、より他のメンバーがとかじゃなくて、なんかその本当にさしこちゃんが本当にもう神様みたいだった、なんか、うん、やっぱり私はさしこちゃんだってなりました、その時に。でまたその次もさしこちゃんに行きましたもんね、
その次はさしこちゃんだけに行ったな。まあ1枚しかなかったんですけどね、子供なのでそんな大量にこう買えなかったんでね。1枚かーいってしょうがないですよね。ちょっと待って、そんなさ、だって小学生ですよ、お金がないですよそりゃ。積もうってい。つそのあのオーディション受けたらって言われたかっていうのはどっちも言われました。別にナコのことを覚えてはいなかったけど絶対入れるっていうのはなんか2回とも言われましたね。すごいよね、運命だなって、ね、すごいよね。だって覚えてないかったのに言われたのがすごい。なんで反応したの？反応なんて多分できなかったですよね。多分もう何も話せなかったもん。本当にもうこれだけ、この顔でずっといました。肩上がってた？上がってたんじゃない？絶対上がってるよね。こうなってた。人見知りだったのかな。うん、人見知り、うん、なんかね、まあその人によるのかな。なんかメイクさんとかには人見知りしないんですよ、もともと。だけどね、なんだろう、だから先輩とかそういう人にはめちゃめちゃ人見知りします。逆に後輩にも、後輩の方が人見知りするかも。逆に衣装さんとかメイクさんとかには初めて会う方でも全然人見知りしない。だから不思議なんですよね。待って、どういうこと？なこちゃんって不器用って来たんだけど、どういうこと？どういうこと？急に何？不器用っぽさ出てました、なんかどっかで。ちょっとわかる？何が？不器用っぽさ？不器用じゃないと思うけどな。あの TMI？ おね。내일하는공연연습을많이했어요처음부터끝까지하는거를두번했어요그러니까런스르를두번했어요 너무불안해서で初日以来出てなかったから、もう本当に目に可愛いって出てきた。初日以来4万人ありがとうございます。なんだから9月とかだったから2年8ヶ月とかだったのかな。しかももともとのポジションが途中で変わったんで、プデューやってる時に
覚えリセット覚えてたけど、ポジションが途中で変わったから覚え直してっていうのがあって、本当にその初日もめちゃめちゃ大変だった記憶がある。明日髪型決めてないです。何しよう。髪飾りが覚えてないんだよな。初日はポニーテールで出たよねっていう記憶はあるけど、初日しかまた出たことないかな。暑いだろうね。ポニーテール？初日と一緒の？初日と一緒でいいんですか？羊さん懐かしい。絶対しないけど。リンゴちゃんヘア可愛いかもね。まあでユニットを言ってないからな。それによってさ、だってレジスタンスやるんだったらツインテールとか絶対しないしさ、まあ可愛い系の曲やるんだったら何でも合うは合うけど、何しようかな。ツインテール、サイドポニー、サザエさん。あ、何にしようかな、迷います。決めてないけど迷うね。髪の毛がさ、今そんなにさ見えるかな、長くないから早く伸びてほしいな。なんか HKT のそのなんかステージでは巻いてないですもんね、最近ずっとストレートしかしてなかったから。何しよう、迷います。あと5分で30分なんですけど、そろそろ終わりにしようかな。またでもするんで、ぜひ見に来てください。今日はあの昨日からさ、昨日から言えたけど、急に始める日もあると思うんで、通知オンにできるのかな、フォローしたら多分通知が来るようにできるのかな。ぜひしてください。30分準備くねりょうがあるんで、또이걸이쇼름라이브방송을하려고하니하는할게요다음에도 팔로우하면그거그거온대요그 말이안나와 이거어지금시작했어요그거온대요 응알림맞아요알림튼대요 그래서 팔로우해주세요。어떻게할지모르겠는데이거할수있겠죠여러분。응나츠카시이거래테러플나츠카시이는이거래どうやってんだっけ投票とかあるよ。나츠카시이しっかりフォローしてるよ、ありがとうございます。スクショタイム？いいですよ。スクショタイムね。あ、やだ。前髪ちょっと。なんか微妙なんですけど、カメラ見たらいいの？はい、撮りましたか。めっちゃ可愛いって言ってくれてる。何そんな、ありがとうございます。そんな
何回聞いても慣れないですね。ありがとうございます。たくさん名前呼びましょうか。懐かしいね、名前呼んでたもんね。これ途中で変わるかもしれないけど、一旦12位があれかな、さい、あの、あ、これどうやって消すんだ、あ、13位までか。お、ヘモン猫さん、ありがとうございます。カムサムイダー。12位がこう押しても出ないの。あ、ナコミルン、ゆかさん、ゆかちゃん、ありがとう。11位がカズヤさん。え、お仕事中なの？お仕事中なのにランキングに入ってんの？すごくない？お疲れ様です。多分聞けてないかもしれないから、カズヤさんジェスチャージェスチャーで、はい。10位がサラアダケビン、ケビンさん、ありがとうございます。いつもありがとう。9位がメジロさん、お久しぶりです。また言っちゃったありがとう、いつもありがとうございます。8位がナコナッタン、ナコナッタンもありがとう。これさ、珍しくない？このなんかアイ、あのなんだっけ、アバター、他のこのナコマン、ナコマンだったっけ、ナコマンで合ってるよ。ナコマンとなんかちょっとまた違って可愛い。7位がラッキーセブン、ラッチさん、ありがとうございます。6位がリュータ、リュータくん、ありがとうございます。待って、5位か、シン、シンさん、ありがとうございます。楽しみます、生誕祭。うん、ジャンプしてたかわいい。4位がパンナコッタさん、ありがとうございます。嬉しい。3位がマラブッキーマラブッキークゴンなんで、朝の家の声止まんなよ、こまおよ、とばよ。あ、2位が明日生誕祭行くね、ジンくん。おー、ジンくん久しぶり明日生誕祭で待ってます、レッスン送ります1位がナビズコインさん、カムサムイダー。アバターがめちゃめちゃ可愛くないですか、これ。タワー、タワー、タワーっていうのかな、めちゃめちゃ可愛い。なんか来た、韓国の方なんかな、ハングー、ハングーゲソーポーグケシンガよ。ナビズコインにん、아닌가이름만한국으로돼있는건가わかんないね。うん、한국사람이래요。本当ですか？あ、本当ですか？あ、진짜요。감사합니다。일단축하합니다。忙しいのに配信ありがとう。優しい、優しい。またします、また時間あるときにするんで、ぜひ見に来てください。皆さんありがとうございました。あ、オンデマ見るねって、これ残るのかな、残るのかな。コメント今日読めなかった方はまた次に絶対読むんで、ぜひ見に来てくださいまた会いましょうね。明日生誕祭頑張るので、配信でもぜひ見てください。来れない方は、あ、生誕祭のオンデマか、あ、見守っていてください。何かあったら
DMM の方を見ときますダメだよね、ちゃんと踊ります。はいはい、ちゃんと踊ります。本当に何かあった時だけちょっとカメラ目線してごまかしますしっかり練習して、明日も本当にマネージャーさんにお願いして早くからリハーサルして始めさせてもらうので本当に頑張ります。皆さん今日も見てくださってありがとうございました。また明日の公演でバイバーイ、おやすみなさい、チャイチャイよー、バイバーイ。どうやって終わるんだ、ちょっと待って、やばい、終わり方がわからん。あ、これかバイバーイ。